太陽グループは、北海道札幌市に本社を置く、パチンコ店、パーラー太陽の経営などを事業内容とした企業。本社は、札幌市中央区南一条西四丁目。代表取締役社長は、東原敏郎。グループ会社には、株式会社太陽グループ、株式会社パーラー太陽、株式会社太陽流通、株式会社ダイモンビル開発、 株式会社対応、ミリタリーセキュリティ、株式会社対応スピリッツがある。また、関連法人に、NPO 法人対応、グループボランティアチーム、社会福祉法人対応育成会、農業生産法人歌しない対応ファーム、財団法人対応北海道地域づくり財団がある。パチンコ店、パーラー対応の経営のほかおたるしオショロと乱闘に、 社員用のログハウスを完備するなどしている。また、店舗には、太陽ミリタリーセキュリティとして、店内を巡回する即応予備自衛官を配置。これは2002年に、株式会社太陽ミリタリーセキュリティとして、北海道公安委員会による認可を得て独立した組織となっている。また、函館市、帯広市、室蘭市において8点のレストランを経営。複合施設には、 シネマコンプレックスとして映画館、シネマ太陽を経営するなど地域活性化への一助を兼ねている。他に養護施設や札幌芸術の森ジャズフォレスト、HBC 子供コンクールなど音楽、文化活動への講演も実施。1997年には札幌市北区に少年野球用の野球場を建設し、例年、太陽グループ配送脱全道。 少年難式野球大会を開催している。シネマ太陽は北海道にて太陽グループが運営する映画館。函館と帯広に展開する。2012年2月22日から全スクリーンがデジタルシネマ太陽となり、函館のスクリーン1と帯広のスクリーン4についてはネストリ 3D シネマシステムが導入された。2001年12月1日。 箱館市小風町2丁目の大門ビル6階に箱館シネマ大門として開館。その後、2005年2月26日にシネマ太陽箱館に改称した。なお、当映画館の開館による影響で市内に存在した多くの映画館が閉鎖された。なお、コンセッションではペプチコーラなどを販売している。2003年11月5日に 帯広市西山城南11丁目の太陽ビル7階に開館。開館日は午後11時からマトリックスレボリューションズがスクリーン1と呼んで封切られた。なお、コンセッションでは函館と違いコカ・コーラなどを販売している。2015年10月現在シネマ太陽函館に関するカテゴリー、シネマ太陽帯広に関するカテゴリー、ありがとうございます。